ジャーミルクサッカーアカデミー J3 でございます。お疲れ様でした。 J3 の皆さんね、まず先週までの順位ですね、はい、こちらです。こちらドン。まあ、こんな感じになっております。ゆきはもう優勝決めてますから、ね、そうですね、うん、それでどうなったのかを今週見ていきましょう、はい、ドン、うん、こういうカードでしたね。はい、第31節です。まずは一番最初のところを見ていきましょう、はい、まずは鹿児島 VSFC 東京 U23 ですね、はい、これも最後ね、はい、最後の最後でしょう。桐野選手の決勝だ、うん、桐野選手がね、後半アディショナルタイムに決勝で決めるんですよ。なるほど、驚きでしたね、うん、さてなんでマーさんが見れなかったのか後ほど分かると思います、うん、次、相模原 VS 藤枝、はい、もうこれ、菊原選手のもうゴール決まりまして、うん、はい、で 1-0 で勝利でした。もう1年間ずっともうハイタワー戦略でしたね、はい、相模原は、ね、はい、うん、続いて長野 VS 梅井選手でかいからね。そうですね、うん、はい、長野 VS ガンバ大阪 U23、はい、うん、なんとこの日ですね、長野の堂安選手が先制打を決めまして、はい、お兄ちゃんの方ですね。お兄ちゃんです、はいはい、で実はこれの同日夜に弟である堂安律選手も得点決めて、うん、日蘭で兄弟アベックゴールですよ。そのお兄ちゃん弟かのオランダの方のゴールもすごかったね。すごかったし、J3 の話ですから、ね、まあね、うん、でもそしてお兄ちゃんの対戦相手がそんな堂安律選手が所属したガンバ大阪だってんだから、なんか運命的なもの感じますよね。ちなみに宮市兄弟もそういう日ありましたからね。ありましたからね、はい、我々報じましたからね。そうですよね、本当にも、はい、といったところ で、ね、はい、次ですね、はい、お、うん、もうそう来ましょう、はい、YS 横浜 VS 盛岡、ね、そう、私実況させていただいて、実況本当にいいゲームでしたね。いいゲームでした。あれ、あの名言出ましたよね。何でしたっけ。辻が来た素晴らしかったですよ ね、 でもね、リハビリが長いっていうね記事ありましたからね、はい、あれですごくあのリハビリ支えた人には大きつぎに行ったんだなみたいなドラマチックでしたね。そうでしたね、うん、ただ勝負は盛岡が勝ちました。盛岡は勝ち切りました、はい、あの谷口選手の、ね、決定力、最後の決定力、コントロールシュートね、もう R1 をしながら B、はい、ね、四角 B、 うん、B じゃない、 B、 昔のファミコンのやり方ですみません、はい、頑張りました、感動しました。はい、続いて富山 VS 沼津、はい、沼津が勝利しまして、うん、2位先制に、まあ、残りました、はい、まあ、沼津が、それこそ2位になった場合には、うん、J2 からの落ちてくるのが1チームだけになるの で、はい、 そうですね、まあ、それこそ J1、J2 間でいう町田と同様に、うん、まあ、J2、J3 間では沼津の動向が鍵を握るところがあるでしょう。この勝利は喜ばれてるわけですね、上の。そうで、各方々いろんなところで、讃岐と熊本からしたら ね、 そうですね、西の方ではそうでした、うん、はい、次、それでは北九州 VS 秋田、はい、うん、こちらも秋田が 0-2 で勝利しました、はい、あれですね、うん、高さの藤田選手、そして、はい、速さの富山選手、まあ、2人のところがうまく噛み合っていたなっていうのが印象的でした、うん、はい、上と下で、そうですね、はい、ちょっとこれ次ですけどね、セレッソ大阪U23対琉球、はい、こちらですね 6-0 という差はついてるんですけど、セレッソの勝ち、琉球優勝した後どうした。実は琉球、うん、ほぼ控えメンバーです。あ、そういうことだったんですね。メンバー落として臨んでました。ただ、はあはあ、セレッソは福田愛洋選手出てました。もうあれです、テラスハウスさんの方に行かれてるので、出てらっしゃらない、なるほど、はい、セレッソただなんですけど、うん、はい、やっぱ技術がすごい、はあ、あの控え組とはいえってところはあるんですが、もうレベル差は圧倒的でした、ね、あのね、米澤選手、はい、小野澤選手、はい、あの辺のね、皆さん強いですね、うん、なるほど、はい、ということで J3 ラストです、はい、群馬 VS 鳥取、うん、こちらが最後、うん、最後の最後、後半アディショナルタイムに井上選手の、うん、同点打が決まって3対3で終わってしまいました、はい、群馬は痛かったですね、小松角に向けてね、そうですね、うん、といったところで、はい、じゃあこの日の、結果を踏まえたところの順位表いきましょう、サクサクいきますよね、はい、どんいきましょう、こちらです、うん、まあ、琉球はもう優勝が決まっているので、大事なのは2位争いということですね。そうですね、桐野選手の、はい、もう後半アディショナルタイムの決勝打のおかげで、うん、勝ち点差を3に広げることに成功です。そうか、鹿児島一歩リードですね、はい、で3位沼津、4位群馬、惜しかったですね、群馬本当に、あと3試合だっけ、あと3試合です、ね、はい、いやでも分からないね、分からないです、うん、なのでもっと言えば理論上、はい、まだギリギリ、うん、ガンバ、はい、鳥取セレッソ残ります。なるほど、まだまだギリギリ理論上残っております。このガンバとセレッソが来た時はこのある種沼津効果が生まれるわけですね。同じですね。なるほど、なんであれ違うんだっけ、繰り上がるんだっけ。いや、あの彼らはどの道上には上がれません。だけど沼津だったらそこは埋まるけど、そうだそうだ、アンダーだったら繰り上がるんです。そうだそうだ、ね、そうですよ。さあどうなるかっていうことは沼津的にはいいのか今。
そうですね。スタンディング。あ、鹿児島がいいのか。鹿児島的にはいいですね。群馬にとって今のところかなり辛い大会、戦いとなっているでしょうかね。さあどうなるんでしょうか。さあどうなるでしょうか。はい、そしてそれの下を見ていくと、うん、はいはい、8位に秋田、9位に長野、はい、10位に相模原、うん、11位福島、はい、12位富山、うん、13位に盛岡、14位に YSCC 横浜、はい、15位東京 U23、うん、16位藤枝、17位に北九州というところで、ね、新スタで迎えたシーズンでしたけど ね、うん、来年はまたね、大抵でももう1チーム増えますから、あ、八戸がね、そうですね、入ることになりました。その話は次回ちょっといただけるんですね。 JFL も行きますよ。 JFL やっていただけるんです。やりに行きます。分かりました。この順位表シリーズもね、はい、始まりましたんで、はい、ぜひぜひ各リーグシリーズもね、はい、見てください。はい、サッカーファンでミノルマでした。ノーミルク佐藤でした。